おはようございます。即下塾の久保です。ちょっと薄暗いんですけども、今日は、あナイト2000の中から放送させていただきます。えー、このナイト2000なんですけども、えー、7月22日に、宝塚北サービスエリア。吉谷さん、宝塚あ北インターじゃないですよ。間違えて来ちゃうんで、すいません。インターって言わないようにしてください。すいませんけどお願いします。宝塚北サービスエリアに、えー、行きます。行きますね。特に会場の 予約をしてるわけでも何でもないんで、ただ一利用者として行きますんで、周りの方に配慮しながらになりますけども、えー、速可塾のね、塾生さんを中心に、 今、その2034フェスっていうね、えー、公式ラ,ンラインアカウント作りましたんで、そちらのライングループの方に15名前後の方が今登録してくださってますね。本当にありがたいことだと思います。えー、この2034フェス、とりあえず7月22日の宝塚北サービスエリアから始まりまして、えー、少なくとも2034年まではずっとやります。毎年1回はやりますし、まあ、あのー、吉田さんと一緒にできなければ、あの、それぞれね、 個別ででどっかかに行きまますよみたいなことももやるししれませんし私はですねえー、とりあえず7月23日は1人で西アークラソンの方に行って山根さんを中心としてもしかしたら山根さんだけかもしれませんけども西アークラソンにこのナイト2000を届けに行こうかと思うんですよそれからですねえっ、ー、と8月の25日もしかしたら8月の5日この辺も 東京とかね、エビナの方に、このナイト2000を持っていこうかと思います。その他ね、あのー、様々なところに、このナイト2000触ってみたい、見てみたいって方のために、あのー、お持ちしようかと思うんですよ。ガソリン代バグ代かかりますし、高速代バグ代かかりますけどそんなことは気にしないでください。あのー、私がね、このナイト2000を手に入れたっていうのは、私がナイト2000を欲しいという人の代表で、たまたま手に入れただけなんで、私はもうね、これ皆さんのため、皆さんのものだっていう意識も持ってるんですよ。まあ、ですんで、一人でも多くの方に触れていただいて、 ちょっとねハンドルとか乗っていただいて今ハンドルロックかかってますけどもあの体験していただきたいなと思います。私の独占物にするつもりりはありませんなるべく1人でも多くの方に、えー、触っていただくっていうのをこれをね私があ購入した一つの動機でございますんで私だから週に1回も乗ってないですからねただ駐車場に置いてるだけですから。 ですから、あのーまあ、すぐには難しいんですけども、私、出産があるんで、えーと、ここに来てくださいって言われたら、大抵のところには行こうと思うんですよ。ただ、すいません、東日本、東京から向こうは、かなり難しいかもしれません、すいません。えっ、ー、と、まずは中国地区とか、中四国地区とか、九州北部とかね、それから関西とか、 あそうですね東京あたりとかあの石川県とかねあの辺までになるかもしれませんけども計画立ててなるべく多くのところに行こうかと思います。で練習しないといけないんで運転も。私全然運転が下手なんでねでね他の ナイト2000とか運転されてる方とか、オーナーさんとかとも、ちょっとつながりがだんだんできてきまして、いろいろ教わる機会が増えてきたんですけども、まだまだ私なんてね、ちょっとね、この車1台扱えないっていうことがよくわかりましたんで、えなるべくね、皆さんにご迷惑をかけないようにしていこうかと思いますので、ちょっと運転する練習もください。では今日はですね、2034フェスのそういったお知らせとと,ともに、吉谷さんには、宝塚北 インターではなくて、宝塚北サービスエリアですよってことをね、重ねて申し上げつつ、これ見てください。オーバーヘッドコンソールって言いうらしいんですけども、ね、この天井に、これね、これなんかボタンがついてるのかっこいいですね。なんかね、映画に出てくる人みたいですね。で、ここにも画面があります。で、えっと、他にもちょっとお見せできるかな。コックピットが、 こういうふうにあるわけなんですけども、ちょっと斜めになっちゃってすいません。モニターが2機ありますよね。で、ボタンがあって、今、これエンジン入れてないんで、何も動いてませんけども、まあ、これ見るだけでちょっとワクワクしませんか。うん、で、この、あのー、運転席からの図をね、皆さん見ていただきたいのと、皆さんのスマホの、その、写真フォルダーの中にね、どんどんこれ入れていただきたいなと思います。あ、ちょっと中学生が歩いてますけどもね。えー、で、このティーバールーフね、天井。 うーんいやーすごいっすねやっぱり見れば見るほど後ろこのシートもなかなか手に入りにくいとあちょっとカメラの位置がね落ち着かないですけどもすいませんまあそんな形で2034フェス皆さんお待ちしておりますそれではよろしくお願いします吉田さん